議員、はい、市長さんはそのようなご認識でようですので、さまざまな制度変更等、しっかりと事務方の方で、整えて、早急に、ただでさえこの制度というのは、県内でも遅れているという認識のもとで、急いでやっていただきたいと思います。そのほかですね、入所に関する諸手続きについて、ちょっとお伺いしたいわけですが、入所するときにですね、保育給付を受けるための支給認定申請書と、それからそれぞれの保育園に入園する入園申込書、この2つの書類を書かなければなりません。で、その2つの書類の目的が違うということは分かるんですけれども、中身を見ますと、全く同じことを書かなきゃいけない、しかもかなりの分量なんです。で、この2つの書類、目的は違うんですけれども、様式を一つにすることはできませんか。子ども教育部長。はい、議員ご指摘のようにですね、現在、それぞれ支給認定とか、入所申し込み、あと入所、他のですね、認定こども園の関係といろんな、書類がございます。まあ、それぞれ、まあ希望してする施設によって異なるということでございますけれども、まあ、他社の状況も見ますとですね、それをと簡素化しているところもございますので、まあ、利用者の事務手続きの負担軽減を考慮する中で、まあ、29年度の利用申し込み分からですね、この入所手続き書類の簡素化を図っていきたいというふうに考えております。以上です。15番議員。はい、それともう一つで今年から変わった点として、その新システムによって、支給認定証というのを交付しなければいけないと。で、そこに、認定番号というのが記入されるわけですけれども、その通知というのがですね、まあ、コピー用紙に印刷されたものが1年前に交付されているわけなんですが、継続入園するときに、その申込書にその番号を書かなければならないと。だけど、みんなって言っちゃいけないですね、多くの方がなくされたり、どっかしまい込んだり、今年度の申し込みのときに大変な混乱があったというふうにお聞きしています、子ども課の窓口でも大変だったと思いますけれども、もう少しその辺を簡素化できないのか、各園ごとに、まあ、データでも、この台帳でも結構なんですが、そこに認定番号というのが記入されていて、それぞれの保育園で、紹介がすれば教えてもらえる、そんな、形にできないのかというのが1点と、で、もう1つはこの様式なんですけれども、今はコピー用紙に印刷されたものがすっと入ってるんですけれども、そうではなくて、他種の例を見ると、昔の健康保険証、今の介護保険証のような形状で、交付されているところもあります。やっぱりそういう形状ですと、きちんと保管するという意識も芽生えますが、そのような工夫はできないか、お聞かせください。子ども教育部長。はい、認定証番号につきましてですね、まあ、保育園でも、確認できるようにということでございますので、まあ、今後、検討していきたいというふうに思います。それから様式につきましても合わせましてですね、なるべくそういう分かりやすいというか、そんな形で、これから検討してまいりたいと思います。以上です。15番議員。はい、特色ある塩尻市の子育て支援、これしっかりやっていただくということは非常に大切だと思いますけれども、以上申し上げたような例は非常に基礎的などこの市でもやっているようなことが実はできていないと、こういうような実情がありますので、ぜひその日頃から意識の中に置いて、サービス利用者の側に立った事務手続きにしていただけるように要望して関連質問を終わります。はい、10番議員。はい、議長。はい、それでは2番、北部地域の拠点整備について、これにつきましては中村議員より関連質問をさせていただきます。15番議員の関連質問を許します。15番議員。はい、先ほど北部拠点での住み分けについてのお話をお聞きしましたけれども、果
果たしてあのスペースでそれが本当に実現できるのかどうかということは非常に今のところ疑問に思っております。そこでちょっとお伺いしたいんですが、多目的室あるいは各種会議室というのが設けられますけれども、これは広岡地区公民館の施設という位置づけかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。建設事業部長。ですね、支所や公民館の施設としての機能も担わなければいけないですし、いわゆるあのエンパークのような可視観的な形のですね、ものも双方を睨んだ形で配置をしていかなければいけないなと、今のところ現段階では考えております。15番議員。はい、それが同じ場所、例えば多目的室が利用方法によって公民館なのかそうじゃないのかということはなかなか難しいんだろうと思います。そこが公民館の集会施設ということになれば、公民館法でかなりの縛りがありますので、使い勝手は非常に悪くなるんだろうというふうに思います。ただし、広く一般に開放してしまうことによって今の利用者の利便性が損なわれる、そういったことも十分考えられるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺しっかりと検討いただきたいと思います。それから組織体制ですけれども、多目的な施設になるわけですが、その管理の一番の責任者はこれは支所長になるという考え方でいいわけでしょうか。建設事業部長。図書館の分館であるとか子育て支援センターが入ります。で、全体を誰がそのまとめてですね、管理するかということについて、これからの協議ということになりますので、今後 そのソフト面のことも含めてですね、詰めていく中で、その誰が権限を持つかということも含めて検討してまいります。15番議員。はい、ぜひよろしくお願いします。それから支所機能の充実ということですけれども、現在市役所以外の支所での住民票等の証明書の発行件数、だいたい600から2000の間、ほとんどがそこに収まっているわけですけれども、これが吉田支所になると約8000件になります。で、広岡支所になると1万件を超える、こういう事務量になっておりますので、支所の人員配置、それもこれは考えていかなければならないと思いますが、いかがでしょう。市民生活事業部長。はい、前回の議会でも、お答え してありますけれども、やはり今地区によってだいぶ開きがございます。当然広岡市長、交通の利便性もありまして、非常に高い利用率があります。で、現在も職員配置と対応しているところでございますけれども、今回の北部拠点に合わせまして、全体を含めてですね、ちょっと検討させていただく予定になっておりますので、お願いしております。15番議員。はい、よろしくお願いします。で、最後ちょっと要望になってしまいますけれども、これは吉田の西防災コミュニティでの教訓でもありますけれども、建物の予算はついたけれども、中の備品についての予算が全くついていなかったということがございます。で、せっかく新しい建物になるわけですから、壊れたような机ではなくて、しっかりとしたも備品が揃えられるようなしっかり予算の中に組み込んだ計画にしていただきたいと思います。じゃ、以上で関連質問を終わります。10番議員。はい、次3番、安心で安全な同僚環境についてお聞きします。先ほど、ご答弁のありましたが、実際に未整備による事故の状況についてお聞きします。どのような内容の事故が多かったのか、人なのか自転車なのかまたは車なのか、そしてその原因となった状況、道路なのか穴なのかグレーチングなのか、その辺特徴ありましたらお聞きします。建設事業部長。今年を含めて各5年間の中で、やはり、一番多いのが車に関するもの、これが9割を超えております。一部自転車と歩行が少数ですがございます。それから原因ですが、車の関係でやはり穴によるものが全体の 50% 少しぐらいでございます。他は段差があったりグレーチングがあったりという、そういう形のものでございます。はい、議長。10番議員。はい、やはり穴が多いということでありますので、単なりその穴埋めだけではなく、やはり再発防止のために面的修理をしっかりと対応していただきたいと思います。そして、
スマートフォンでの投稿を今後していきたいということでありますが、やはりこういった投稿におきましては特に注意事項も必要かと思います。愛知県半田市ではシステム運用ガイドラインを公表し、運用ポリシーや投稿についての注意事項を決め、不適切な写真や投稿を防止しております。このような点は十分注意をしていただく必要がありますので、適切で効果的に活用できるようにお願いしたいと思います。これは要望といたします。それでは4番、住みよい環境を守るための政策につきまして、ごみ処理、共同処理の評価と今後の課題について、中村議員より関連質問をさせていただきます。15番議員の関連質問を許します。15番議員。はい、共同処理の評価と今後の課題について、関連質問させていただきます。先ほど評価についてお伺いしました。大変いい結果であったというふうに私も思います。また今後についてですけれども、このごみの焼却については、その炉の種類、どんな焼却方法かによって、それぞれの家庭の分別から収集方法、こういったものまで全部変えなければいけないようなことも技術革新とともに考えていかなければいけないと思います。現在その分別ですか、減量化、現場で一番頑張っていただいているのは衛生協議会の皆さんです。ゴミの分別減量化に本当に真剣に取り組んでいただいておりますけれども、これがこうもし変わるようなことになれば、相当な理解を深めていただいて一緒に考えていかなきゃいけない問題だと思いますが、その辺の考え方をお聞かせください。市民生活事業部長。はい、ごみ処理 の技術革新というものにつきましては、日進月歩変わっているというのは私どもよく認識しております。で、このごみ処理更新にあたってどう変わっていくか、将来のことは分かりませんけれども、今回一般廃棄物ごみ処理基本計画というのを立てまして、その中でも定めてありますけれども、環境への負荷を低減するための 3R 活動を基本とした収集運搬体制、これを維持しながらですね、最も処理量の多い可燃ごみの処理、これにつきましては新しい技術も含めて研究して、内容によっては分別方法など参検討も必要ではないかと考えております。以上です。15番議員。以上で関連質問終わります。10番議員。それではごみの減量とリサイクルの促進についてお聞きします。特に今年資源物としてリサイクルされていますプラスチックの評価が A ランクから D ランクに下がったということでありますが、どのような状況か内容について詳しくお聞きします。また評価やリサイクル事業への影響、どのような場面に影響があるのかも併せてお聞きします。市民生活事業部長。はい、プラスチック製容器包装の資源化につきましては、市内中間処理業者の主選別手作業になりますが、これによって混ざり物の除去を行い、圧縮梱包して再処理業者に引き渡しております。処理されたものが再生素材として十分な品質であるかどうかの確認のため、年1回容器包装リサイクル協会による抜き打ち展開検査が実施されております。この検査では検査項目ごとに A から D ランクで評価され、今年度は禁忌品、絶対に入れてはならないものである注射器の本体やボタン電池などがあったことが D に、それから二重袋、レジ袋で一度積んだものを指定袋に入れて出す形態ですけれども、この混入が多かったことが D、 それから二重袋に選別が十分でなかったために容器包装プラスチックの全体比率が約 89% と低かったことが B ランクに評価されているところでございます。平成26年度は、昨年度ですけれども、容器包装プラスチックの全体比率が約 91% 以上で、注射器本体や電池などの禁忌品が入っていなかったことから、すべての科目が A ランクでありました。この A ランクにより本年度再処理事業者側から市側に対し拠出金として90万円の収入があったところでございます。本年度は D 評価が多かったところから、来年度の拠出金を減額されるものと思います。なお業者への指導等により、来年度はまた評価を高めていきたいと考えております。はい、以上です。10番議員に申し上げます。質問事件がありませんので、これを見て質問
ってます。10秒でできますか。はい、今後の対応について要望いたします。現在医療の進歩は目覚ましく、ご家庭で在宅医療が受けられるようになってきました。その方には、ご健康をお祈りします。そして医療廃棄物、感染防止の観点でしっかりと入れてはいけないもの、公表をしていく必要がありますので対応をお願いいたします。以上で終わります。以上をもちまして、公明党による代表質問を終結いたします。